はい、じゃあね、今回も朝継ぐ取りやっていきます。死んじゃったすずちゃんを助けるためにタイムリープしたんですけど、まあうまくいかなくて、だから再度5日目の朝にタイムリープしたところです。ドッグタグの紐が戻っている。時間が巻き戻った証拠だ。それと今回特に感じたのは体調の変化だった。ほう、ほとんど寝ていなかったはずなのに体は軽くて、感じていた眠気もきれいさっぱり消えている。そういえば一昨日の夜は結構ぐっすり眠れていたんだよね。体が軽い理由がそういうことなら、時間を飛んでいるのは私の精神だけで、体の方は昨日の体のままってことだ。なるほど。だったら何度も時間を戻りすぎて年を取っちゃうみたいな危険はないってことか。ってことはあれっすよね、例えばひばりちゃんがこう負傷した状態でタイムリープしても影響はないってことですよね。なんか今後の伏線かもですね、もしかしたら。とにかくこれなら今日も徹夜してすずさんを見張ることができそうだ。いける、今度こそ絶対に。まあ、こう特に指示がなければ、まあトウカちゃんに聞いたところを、まあ、こまりちゃんに聞こうかなって思ってるんですけど、すずさんはなんで倉庫にいたんだろう。確かにそうだよな。深夜に部屋を出て倉庫に行った理由は。でもこの時間帯のすずさんに聞いてもわからないだろうし、だいたい一緒ですね。みんなの会話を聞きながら考えるのはすずさんをガードする方法だ。昨日みたいなやり方だとすずさんに嫌われてしまうし、そのせいでガードできなくなってしまうかもしれない。トランプが悪かったのかな。どうなんでしょうね。それにどうしても目を離してしまう瞬間はできてしまうし、一人では現実的に難しそうだ。なら協力者を募る。でも誰が信用できるかですよね。どうすれば協力してもらえるかわからない。やり直してきたとか言っても信じてもらえないだろうし、だとしたら犯人を見つけて犯行を止めるべきだと思う。守りきれないのならこっちから攻めるしかない。危険だけど同じことをしても同じ結果が待ってるだけだ。ひばりさん、どうしたんですか。ご飯に手をつけていないみたいですけど。食欲がないならすずがデザート食べてあげますよ。これもでも昨日と一緒ですよね。前は気づかなかったけど、これすずさんはデザートを食べたいってことなんだよね。だったらお餌付けします。いいですよ、食べてもらえると助かります。デザートのフルーツ盛り合わせをすずさんへと渡す。はあ、ありがとうございます。すずさんは嬉しそうにはにかんだ。すずさん、こんな表情もできるんだ。私はすずさんのことをまだよく知らない。他の人はどうなんだろう。すずさんを苦手だと思ってる人はいなかったけど、もうちょっと具体的にみんながすずさんをどう思っているのか知らない。犯行が起こる前にみんながすずさんをどう思っているか突っ込んで聞いてみてもいいかもしれない。あ、出た。アイテムっぽくないアイテムもらいました。すずの印象は。実は好きなんです、いちご。喜んでデザートに手をつけるすずさんを見ながら、私は今朝の方針を決めるのだった。あんまでもね、こうピンポイントですずさんのことを聞くと、それはそれで犯人に怪しまれちゃいますよね。よし、とりあえずじゃあ会話が変わってる可能性が大いにあるんで、一旦そのみんなにね声かけますか。そのさ、すずさんが倉庫に行ったのが就寝前か後かでだいぶ変わりますよね。どこにいたんでしたっけ。やべ、忘れた。こまりちゃんが確か救護室にいましたよね。
あれ、会話変わんないですね。あ、こっからあれか、分岐か。人間関係、こまりさんがトウカさんやカリンさんのことを言っているのは知っているけれど、私の頭にはスズさんの顔が浮かんでいた。そうですね、なんか実感こもってるわね。何か悩んでるの？悩んでいるのとは少し違うんですが、こまりさんはスズさんのことどう思います？どうって、ハキハキしたいい子だと思うけど、なんでスズのことを聞くの？それはちょっと気になって。こう返答すると、こまりさんは多分前のループの時みたいに、大丈夫、私はライバルにはならないわよ。なんかやっぱり恋愛と勘違いした。こまりちゃん、こうすぐ勘違いするの可愛いですね。ライバル？そういうんじゃないんですけど。そうよね、そういうんじゃないわよね。でもすず真面目だし、女の子らしくて可愛いもんね。否定すると余計に勘違いする。悪いけど勘違いを利用させてもらおう。そしてこまりさんはすずさんに好印象を持っていることも改めて分かったし、なるほど、私にできることがあったら何でも相談してね。できる限り頑張っちゃう。かわいい。それにしてもほんとこまりさんは面倒見がいいな。そういえばですけど、こまりちゃんもなんか、何でしたっけ、なんか見たって言ってましたよね。今回の事件と関係あるんですかね。何か違うアプローチ。あ、カリンちゃんだ。何してるの？あ、なんもやることないからぼーっとしてるとこ。こんなんだったら学校の方がまだ退屈じゃなかったのかも。髪先をくるくる触りながら退屈そうにしている。カリンさんなら学校で目立つグループにいそうだから、何もないこの生活は私が思う以上にストレスなのかも。カリンさんって学校でもみんなに人気があるんじゃないですか？あ？ないない、うちの学校真面目が多いからな。友達は多いけど人気者ってことはないな。友達が多いって言えるだけで羨ましいですよ。すごいですよね、カリンさんもスズさんも。お、話の流れでスズさんの名前を出してみる。なあ、スズリンか。学校で人気ありそうっていうのなら確かに私よりあの子だよね。なんか優等生って感じでだよね。男子からは好かれそうな感じ。ということは女子からは、陰口を聞かされるのかもと思って警戒してしまう。陰口は言うのも聞かされるのも嫌だ。なあ、別に女子からも好かれると思うよ。なんていうか害はなさそうみたいな。それはなんとなくわかります。陰口が始まらないようでホッとする。なんかもう私とは全然違うよね。うん、ドラマの登場人物みたいな感じ。そこにいるはずなんだけどテレビ越しに見てるみたいな。あー、伝わってるかなこれ。どうなんでしょう。正直なところいまいちよくわからなかった。カリンさんは自分の知ってるものによく例えがちのようだ。わかるようなわからないような。なんか言うこともいちいちさ台本読んでるっぽく感じるんだよね。優等生ってみんなあんな感じなんかな。どうなんでしょう。わかるようなわからないような。二人ともそればっか。ウケるんですけど。カリンさんの笑いのツボに入ってしまったらしく、スズさんについてそれ以上の話は聞けなかった。あー、まあね、特段悪意とかはなさそうですね。あの台本読んでるっぽいっていうのはやっぱりその演劇が好きっていうの関係あるんですかね。これ鍵今のうちに取ればいいのにね。せめて選択肢出してほしいですよね。取るかみたいな。で、えのちゃんですね。えのさんってあんまりみんなの中に入らないですよね。
そう言うとエノさんは少し困ったような笑顔を見せた。うんうん、エノちゃんいつも一人でいるよね。いや、ご存知の通り少々他人の気持ちに疎いもので、入っても浮いちゃうんすよ。一人の方が気楽ってのもありますが。他のみんなと少し離れたところで傍観しているエノさんは、私よりもみんなのことをよく分かっているのかもしれない。でもそのね、ちょっと自分がずれてるっていう自覚があるのはちょっと意外でしたね。エノさんは他の人のことをどう思います？例えばスズさんとか。どうっていうのは具体的にどういうことっすかね。彼女の人間性の所見を述べよってことっすか。人間性？よくわからない。エノさんは時々難しい言葉を使う。ざっくり噛み砕いて言うと、好きとか嫌いとかそういう返答でいいのかってことっす。ああ、はい、そうです。そうっすね。特に好きでも嫌いでもないというか、どうとも思ってないんすけど。エノさんは言葉を選ぶように絞り出しながら私の顔色を伺ってくる。今の自分の興味はひばりちゃんっすね。なんでいきなりすずちゃんの評価を聞いてくるのか、その心境の変化に興味があるっす。バッチリ怪しまれてますね。いや、それは。そんな風に突っ込まれるとは思っていなくて、しどろもどろになってしまう。どうしてそんなにすずちゃんが気になるっすか。さ、答えてほしいっす。別に特に理由はないんですけど。勘弁して。それじゃ納得いかないっす。すずちゃんだけに限定した理由があるはずっす。本当にそんなのないから。えのさんの質問攻撃にてんてこまいになるのだった。えのちゃんはね、こうちょっと変な子ですけど頭切れるし、ちょっと協力を依頼すんのはダメなのかな。で、マチネちゃんいるから取りゃダメでしょ。壊されちゃうんで。で、あとは2階でしたっけ。まずふずきちゃんに声かけて、あ、すっと部屋の中入った。どうやったらふずきさんからすずさんの話を引き出せるのだろう。そんなことを考えながら話を合わせる。ふとふずきさんの手元の紙が視界に入った。そうだ、ここでふずきさんの趣味について話してもらえるようにできないだろうか。趣味？ふずきさんの特技は確か絵を描くことだったはず。すずさんをモデルにしたいかどうかを聞いて、すずさんに対しての印象を聞き出せるかもしれない。やってみる価値はあると思う。無茶すぎん？なんだか随分経った感じがしますよね。楽しめるものがあればまだいいんですけど。楽しめるもの？マチネさんの趣味が探検とかそういうのがあると少しは違う気がするんです。そういえばふずきさんは趣味とかあるんですか。ちら。私の趣味ですか。絵を描いたり写真を撮ったりフィルムを現像したりですかね。すごい、すごい特技だね。あ、そうだ、ここにいる誰かをモデルにしたいとか考えることあったりします？モデルですか。ここでそういうことは考えたことないですね。それは当然だと思う。誘拐されて閉じ込められている状態なのだから、それどころじゃないというのはわかる。例えばすずさんとかどうですか。絵になりそうな気がしますけど。ちら。すずさんですか。そうですね、確かに絵になりそうです。でも。ふずきさんはつらそうな表情でかすかに目を伏せた。ちょっと妹を思い出しますね。似てんの？そう言うとふずきさんは紙にペンで何かを書き出す。この絵は前も見たことがある。これは妹さんですか？はい、そうなんです。相変わらずうまいなイラスト。感心しつつ確認する。なるほど、
髪の長さとかかっこいい感じとか、この絵の女の子は確かに鈴さんっぽいかも。妹はすごいんです。何でも器用にできて、生徒会役員もやってて、みんなからも人気で、鈴さんもみんなに好かれてる印象です。私と違って妹や鈴さんはすごいなって思います。妹さんと似ていて家を思い出すから、今モデルにはしたくないってことか。つまり藤木さんは鈴さんにはいい印象があるってことなんだろうな。そうそう、妹といえば、妹が小学生だった時のことなんですけど、道に迷ったおばあさんを、はい結局この質問でも藤木さんの妹さん自慢が始まった。まさか聞くのが2回目ですとも言えず、そのまま聞かされる。でも本当に自慢の妹さんなんだろうな。殺すわけないですね、藤木ちゃんは。もう容疑者じゃないですね、彼女は。あとなんか、あ、鈴ちゃんいた。俺今日藤木ちゃんの声当てんの調子悪い？なんかわかんなくなっちゃった、ごめんなさい。絶対別人になってる。あれ、ひばりさん、ひばりさんたちも休憩ですか？鈴さんは私たちの接近に気づいて雑誌から顔を上げる。ここまでは一緒ですね。鈴さん本人に自分をどう思うかなんて聞いたら、よっぽど変だと思われそうだ。でも鈴さんに殺意がある人を探すなら、本人の心当たりを聞いておきたいのだけど、さてどう切り出したものか。鈴さんって学校でも人気者なんじゃないですか？え？いきなり何ですか？人気者？そんなことはないと思いますよ。鈴さんはさらっとそう返してきたけれど、多分それは謙遜だろう。それを承知した上で重ねて尋ねる。じゃあ鈴さんは自分のことが嫌いな人いると思いますか？自分を嫌いな人ですか？考えたこともありませんでしたけど。鈴さんはきっと誰とでも気軽に馴染めちゃうんでしょうね。なんだか羨ましいです。これは嘘ではなく本心だった。だからこそだろう、鈴さんも納得した様子を見せる。なるほど、そういうことですか。てっきりひばりさんが鈴のことを嫌いなのかなって不安になっちゃいましたよ。そんなことないですよ。好きとまではまだわからないですけど、どちらかといえば好きな方だと思います、多分そうね、トランプめっちゃしたもんね。拒絶された記憶が断言を避けてしまう。知り合ったばかりですし、そんなものだと思いますよ。よかった、そんなことなくて。朝のデザートを取られた恨みとか言われたらどうしようかと思いましたよあれ、すずちゃんめちゃくちゃ可愛くねあのトランプのくだりもそうですけど、それでもクスクスと楽しそうに笑うすずさんを見て、やっぱりこの人が死ぬような未来は避けたいという気持ちがまた湧いてくるのだった。そうですね、なんかこう、多分どのキャラもそうなんでしょうけど、知れば知るほど好きになっちゃいますね。あれでしたっけ、そのトランプ云々の下りはお昼ご飯の後でしたよね。お、何、誰か嫌いな人でもいるわけ？沈黙を不審に思ったのか、トウカさんの方から話しかけてきた。嫌いってわけじゃないんですが、スズさんのことどう思いますこの距離で話すんだ、本人のこと聞こえんじゃない本人に。いい子だと思うけど。でもそうやって聞いてきたってことは、あなたも怪しいって思ってるのね。あなたも？え、怪しいですか？そうよ、あの子はね、いい子すぎるのよ。自分の意見を表に出さずいい子でいようとする、そういうやつを私はよく知ってるの。
そう吐き捨てるように言うトーカさんの顔からはネガティブな感情が読み取れる。でもあの子はそれだけじゃない。自分の意見を押し殺すというより裏で手を回してる感じ。まるで舞台を演出しているみたい。舞台？そう、本当に舞台みたいなのよ。ずっと演技をしていて本当の彼女が見えてこない。裏の顔を見せないから引っかかるのよね。トーカさんが鈴さんをこんなに警戒してるとは知らなかった。裏の顔っていうのは鈴さんの本音ってことだよね。例えば私を嫌いと言い放ったあの時のような。なるほど。うん、まず気になったのはトーカさんやカリンさんの評価だ。何か演じているドラマの登場人物みたいというものだとすると、鈴さんはまるで舞台で演技をするように偽りの自分を演じ続けているということになる。そういえば私も鈴さんの受け答えに違和感を抱いたこともあった。本当？冗談ですよ。鈴は別に苦手な人いませんよ。みんなを公平に見ていますからね。あ、平等が云々みたいな。あの時鈴さんは上から目線だなという印象を受けたけど、彼女が役を演じているんだとしたらみんなのことを観客として見ていただけなのかもしれない。役者にとって観客は好きも嫌いもない、ただ自分の役を演じるだけ、そういう意味の答えだったのかも。へえ。本人に聞いてみないと本当のところはわからないけど、一方小まりさんや藤木さんの鈴さんへの評価は高い。いい子だとか何でもできる妹みたいだとか。ねえねえひばりちゃん、なんでみんなに鈴ちゃんの印象を聞いたの？私と一緒に行動していた町根さんが聞いてくる。みんなに尋ねて回っていたんだからそれは気になるだろう。うん、ちょっと嫌な夢を見て。さっきえのさんに突っ込まれた時考えておいた言い訳を口にする。夢ということにしておけばあやふやな危機感でもごまかせるはず。嫌な夢か。それなら私にどんな夢だったか話してみてよ。悪い夢はね、口に出して言うと現実にならないんだって。そうなんだ。だから見た夢は私にバンバン報告してね。報告も何も、鈴さんが死んじゃう夢だから聞いても嬉しくないと思うよ。なるほど。それで実際に鈴ちゃんが死んじゃうかもって鈴ちゃんのことを聞いて回ってたんだ。うん。ちなみに町根さんは鈴さんのことをどう思う？なんか華やかだよね。花で言えばバラ。バラか。なんとなくわかる気もする。ひばりちゃんはタンポポ、私はひまわり。そうですね、ひまわりって感じです。自分でひまわりっていう人初めて見たよ。ツッコミながら町根さんの鈴さんへの評価を確認する。おおむね好意的な感じだった。否定的な人もちらほらいたけど、だからといっても憎むほど殺したいとかそう思ってる人もいないように感じた。とはいえ殺したいと思っている人が素直に自分の気持ちを表に出すとも思えない。そうですね、どうも考えれば考えるほどドツボにはまっているような気もするけど。大丈夫？なんか疲れてそうだけど。悪夢を見て寝不足だったり？寝不足は大丈夫なんだけど、いろいろ考えすぎたのかも。ちょっと部屋で休むね。はーい、気をつけてね。なんかあったら呼んでね。うん、ありがとう。今まで分かったことを部屋でちょっとまとめてみよう。私は町根さんと別れて自室へと戻るのだった。大丈夫これ？前回はトランプで引きつけたから無事だったけど、すずちゃん大丈夫かな？